間違った模写の方法とその対処法です。まず間違ったというか、まあ、心が折れちゃう模写の仕方っていうのは角があったりとか髪の毛があったりとか、とにかく細部に目がいっちゃって結果的に全地になるとかなりハードルが上がっちゃってもう心が折れちゃうっていうのが原因になります。ですので細部を描こうとせずにこんな感じでシルエットをまず描けるようにっていうのを意識してみてください。でそのシルエットすらもうカクカクの状態に戻して、直線で区切っていくっていう風な感じですね。もはや人として捉えるっていう感じではなくて、なんか人の影というか図形というか物体をそっくりそのまま描き写すっていうイメージで描いていただいたら、おのずと比率だったりとかが分かってきますので、まず大まかな形を取りましょう。まあ全然これ合ってなかったんで申し訳ないんですけど、参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。それぞれのレベルに合わせたカスタマイズイラスト上達講座を行ってます。講座の割引チケットをプレゼントしてますので、気になる方は書きステップを見て受け取ってみてください。また講座でお会いしましょう。